レンズ豆の煮物です。ヤコブとエサウの話で、エサウがこれに負けて長子の権利を言い渡したという話ですね、今日ね。ねえ、気持ちが分からなくないよね、これ見るとね。そう、ごめんなさい、そんなことない、そんなことないそんなことなかったです。エサウ派だったの。はい、これは何でしょう、知ってる人。これ、これ何ですかね。エレキテル。お、すごい、さすが物知り。おお、エレキテル。エレキテルというのはすごいじゃん。江戸時代に、平賀源内が作った日本で最初の発電機です。もともとはね、オランダで作られたんですけども、それを平賀源内が、まあ、複製して、使えるものを作ったということで、まあ、6年かかってこれを作ったっていうふうに言われてますね。で、この時代欧米ではこの電気っていうものにもうすでに注目が集まりつつあったんですけど、まあ、日本は鎖国していたので、あの全然電気って何っていう、そういう世界でだいぶ遅れを取ってるわけです。で、そんな中で平賀君がこれを作ったわけですね。で、彼はまあ頭がいいのか悪いのかわからないんですけど、これを作ってね、見物料を取って見せ物にした。で、これあのハンドルを回すとこう静電気が発生して電気がビビって見える、見えるらしい。で、それを人々は見て、おお、これは稲妻を作る機械かみたいな感じでびっくりして集まってきたわけですね。ところが、しばらくすると人々は去ってっちゃうの。なぜかというと、何の役に立つのか分かんないっていう。で、平賀源内はこれは医療機器だって、まあ、海外でそう言われてるのでそういうふうに言うんだけど、で、医療機器で何をどうやって使うのっていうことは説明できないわけです。それで人々は結局去っていっちゃって、あの去っていくばかりか、平賀源内はもうあれはもうなんか変なものを作って高い見物料を取って、そういうペテン師だっていうふうに言われるようになっちゃうわけです。で、この平賀君自身も、ね、こんなお金と時間を浪費して、ね、こんなガラクタを作っちまったよっつって、まあ、もう自分でもこう腐っちゃうわけですね。で、今の現代の視点から見ると、まあ、今の時代は電気というものがいかにそのすごいものか、私たちの生活電気に依存しているわけで、それがいかにものすごいものかっていうことが私たちには分かるわけで、今の視点からこの時代を振り返ると、江戸時代に電気を作る機会があったっていうのはこれはものすごいことだっていうことが分かるんですけど、その当時は誰もその価値に気づかなかったわけですよ。もしね、その時にこれはすごいポテンシャルがあるんじゃないかっていうことに気づいて、そこに投資をして研究開発をする人がもし一人でもいたとしたら、もしかしたら日本の歴史は変わってたかもしれないですね。その欧米にその電気産業で負けないで、ね、先んじた可能性さえあるわけですよ。だけどその当時はそのものの価値に気づく人、その凄さに気づく人は誰もいなかった。作った本人でさえそれに気づかなかったっていうことは、まあ、非常に悲しいことで、日本人が電気というものの凄さに気づくのは平賀源内が死んで70年後、ね、まあ、要するに鎖国開けてからですよ。で、そこから得られる教訓はですね、自分が持っているもの、あるいは目の前にあるその手に取って取れるもの、それの価値に気づかないっていうことは、それはものすごくもったいないことであるだけでなく、場合によっては悲劇にさえなりうるっていうね、その価値に気づくかどうかによって将来のその方向が大きく変わってしまうことさえあるっていうことが今日のポイントで、じゃあ私たちは何を持っているのかというと、霊的祝福っていうふうに、まあここでは表現してますけど、私たちは神様から霊的な祝福をいただいている。霊的祝福ってなんだっていうと、まあ後でももう少し詳しく述べていきますが、それは私たちが神を信じることにより神様とつながりを持つことができて、そこから得られるたくさんの目に見えない祝福のこと。それは見えないし手でも触れないし、お金で買うこともできないんだけれども、私たちのうちの霊が求めている、そういう
もので、そしてその価値に気づくと、文字通りそれは私たちにものすごいエネルギーを提供してくれる、そういうものなんだっていうことを、学んでいきたい。で、今日皆さんがこうやって礼拝に来てるっていうことはですね、こんなに天気のいい日に、それは皆さんがこの霊的なものを求めている、証拠だと思います。しかしそれをさらに深く知っていこうじゃないですか、ということがこのメッセージのポイントです。で、アブラハム契約の話を、まあ、いつもしているようにざっと復習すると、神様がアブラハムに約束したこの契約、土地を与えるよ、そして子孫が星のように増えていきますよ、そしてこの子孫を通して世界中の民族が祝福を受けるようになるんだよっていう、そしてあなたやあなたの子孫も祝福されるんだよっていう、そういう契約です。で、これはですね、いつもこのアブラハムからイサク、ヤコブっていう風に、引き継がれていくんですという話をしているんですが、今日はその、横にも文字がついてますね。で、いつもそれをつけてない、このエサウのラインをつけてないのは、それが神様の救いの本流ではないからつけてないんですけど、今日はそこが重要なのでつけてるんです。イサクからはヤコブというヤコブとエサウという双子の兄弟が生まれますが、ヤコブがこのイスラエル民族の、父祖となり、そしてエサウからもこのエドム人という大きな民族が生まれてくるわけですね。で、ここでそのキロが、ね、あるわけです。今日がそのキロなんですよ、いわば。どっちがその神様の救いの計画の本流をたどっていくのかっていう、そういう話です。で、聖書箇所は創世記の25章ですけども、このイサクとリベカが、子供が与えられる、そして身ごもるようになりました。双子が体の中にいますよっていう、そういう話なんですが、読んでいきますと、22節、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。この二人の兄弟は将来、いろんな対立構造っていうかね、少し、まあ、かなり、やり合うことになるんですけど、お腹の中でもその兆候があると。で、母親は、まあ、それをこうある意味予感しているわけですよね。23節、すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕えるっていう意味です。で、ここには生まれる前から神様の選びがあるっていうことが、含まれているわけです。で、このことは私たちの目から見るとすごく理解に苦しむことで、時には不公平なんじゃないかっていうふうに思うこともあるんですよね。で、使徒パウロは新約聖書のローマ書9章というところでちょうどこの箇所を引用して、これは神の主権なんだっていう話をしてるんですよね。神様が主権者で、私たちの思いを超えて神様が最初から決めておられることがある。で、私たち人間がそれに対して不公平だとか言うこと自体がすでに的外れな態度なんだ。神様が自分の主権で決めることがあるんだということをパウロは言ってるんです。例えば私はこのメッセージの中でよくですね、この私たちの人間人生っていうのは、私たち一人一人の人生っていうのは神様のドラマだっていうふうに言ったり、あるいはこの歴史は神様の壮大なドラマだっていうふうに言ったり、そういう表現をすることが好きなんですけども、このドラマの中で神様がどういう配役を立てるか、誰にどういう役割を負わせるかっていうことは、それは神様が決めて当たり前のことなわけですよ。例えば私がこの礼拝の中でも時々劇の脚本を書きますけど、 H 君にどんな役をやってもらうかっていうことは私が決めるんですH 君は嫌だっつってもこれは H 君やってくださいね。で、脚本を書くときに私はもうイメージしてるわけです。
英一君はここできっと面白いことをやってくれる、ね、こんな感じでふざけてくれるっていうことをイメージしながら脚本を書いてるわけです。で、脚本家であり監督である私がそれを決める、その立場なわけですよ、ね、そう。それと同じように神様も、誰がこの神様の計画の主役を演じるのかっていうことは神様が決める、それが当然で、私たち一人一人は、もうそれぞれの役割があるんだけども、私たちは自分に与えられた役割に忠実にそれを果たしていくことが、大切だっていうことだと思います。で、戻りますと24節、出産の時が満ちると見よ、双子が胎内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。エサウっていうのは毛深いっていう毛深いっていうか、かわいそうだよねこれ。26節、その後で夫が出てきたが、あ、ごめん、アブラハム出てきた、夫出てきたら大変だねこれ。弟が出てきたの、ね、弟です。その手はエサウのかかとを掴んでいた、ね、相当すごいよねこれ。それでその子をヤコブと名付けた。ヤコブっていうのはあのかかとっていうのがアーケブっていう言葉らしいんですけども、まあかかとっていう意味ですよ。で、後になってそれが押しのけるものっていう、そういうニュアンスを含んでくるんですけどね。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。先週も言ったように20年間待ったんですよね。20年間子供が生まれるのを待ったんです。27節、この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。エサウはこの巧みな漁師っていうと、まあ、私たちがすぐに思い浮かべるのはですね、結構かっこいいイメージじゃないかなと思うんですよね。だけどこの聖書の創世記の文脈の中では、これは全然いいイメージじゃないんです。なぜかというと、これよりもっと前の、章でバベルの塔の話がありましたね。ここでも何週間か前にバベルの塔の話したんですけど、その時にバベルの塔の首謀者はニムロデっていう人だっていう話をしたんです。このニムロデは力ある漁師であったって書いてあるんですよね。だからこの創世記の文脈でずっと読んでいくと、ここで巧みな漁師であったって書いてあるのは、あ、ニムロデのようなイメージを与えることがここでそのおそらくは意図されて書いてあるんですよね。つまり神のことなんか関係ない、自分中心の傲慢な生き方をしている、そういう人を連想させる言葉なんですよねこれは。で、一方でこの野の、ヤコブは穏やかな人となりって書いてあるんですけども、穏やかなっていうこの言葉は、これはですね、穏やかっていう訳になってるんですが、あの正しい人っていう意味の方が強いんです。聖書の中ではノアが正しい人であったって書いてある。で、あるいはヨブっていう人も正しい人であった。二人とも相当正しい人、正しい人っていうのは罪がないっていうわけじゃなくて、その生き方の姿勢が神への信仰というものに基づいているという意味で正しい人なんですけど、それと同じ言葉がここで書いている穏やかなっていう言葉なんですよね。だからここは正しい人って訳してもいいんだけれども、そのキリスト教の歴史の中でヤコブっていうのはすごくね、この後の話とかを見ると傲慢な感じで、我が強いっていうイメージがあるので、そう、訳の時にその訳者の感情がここに入って、ちょっと正しい人と訳したくなかったんじゃないのっていうふうに中川先生は言ってました。言ってました。受け売りですけど。つまりヤコブは、まあ、問題のない人じゃないですよ。もちろんこの話ずっと後ろまで読んでいくと。だけど神様を求める思い、そして神様の祝福を求める思い、そういう意味で神様の、御心にかなっている、そういう人だったっていうイメージがここにある。で、天幕に住んでいたっていうのは、これは家業の羊飼いの仕事を彼が引き継いだっていうことなんですよ。
そうで、ウッド先生も言ってましたけど、羊飼いの仕事っていうのはすごく大変な仕事で、全然草食系の仕事じゃない、もう本当大変な仕事を彼はしていたということです。そして家族の絆や家族に与えられているその神の約束を大切にしている、そういう人間像がここで描かれているのだと思います。28節見ると、イサクはヤコエサウを愛していた。それは彼がすいません寮の獲物を好んでいたからである。でリベカはヤコブを愛していた。まあね、両親もちょっとね問題がありますよね偏愛っていうのね。だヤコブとエサウが後で対立するようになるその背景には両親のその問題もやっぱりねかなりあると思うね。どうですか皆さん、ね、すいません、それが前半でまだ後半があるんですけどね、さてつって話が展開するわけです。ヤコブが煮物を煮ている時、エサウが植え付かれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その赤いものを私に食べさせてくれ。私は植え付かれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。エドムっていうのは赤いっていう意味なんですけど、さっきエサウが生まれた時、毛がふさふさで赤い赤ちゃんだったっていうふうに書いてあって、しかもここで赤いの赤いのって言ってるから、彼の子孫のその民族は赤いっていう名前になっちゃったっていう、そういうことなんですけどね。赤いの赤いのって赤い煮物とさえ言わないもう、ね、うちではですね、夏になるとシソジュースを作るんですけど、今年の夏はなかったけど数年前は結構流行ったんですよ、うちで。でそれに、ね、赤い液体って呼んでたんですよ、うちではそれである時みのりんがね、仕事から帰ってきて、帰ってくるなり床にドデーンって横になって、疲れた、たかし、赤い液体ちょうだいって、はいはい、分かった分かった、早く早く赤い液体って、もうそういう感じです、はい、お前エサウかって、そういうやりとりを覚えてるんですけど、まあここではそういう感じですね。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。なんという弟だって感じだけどね。エサウは見てくれ死にそうなのだ、長子の権利など私の今の私に何になろうと言った。そこでヤコブは、私にまず誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。すごい強い言葉ですけどね。軽蔑したっていうのは、それをもう全くゴミみたいに扱ったっていう、そういうイメージですよね。長子の権利っていうのはいろんな特権を含むんですけど、ここでは一番その肝となるのは、やはりアブラハム契約の継承者となるという、そういう権利なんですよね。でエサウは長男なので、当然、自然にいけば彼がそれを受け継ぐはずだったんだけれども、それを彼はこうゴミくずみたいに扱ったっていうことです。でこの時点ではアブラハム契約の神様の約束っていうのはまだほとんどですね成就してないわけですよ。つまり星のように子孫が増えるよっつったって、まだこんな小さいファミリーだし、土地を与えるよっつってもまだこの時点では全然ほんのちょっとしか所有してないんですよね。で全世界の民族があなたとあなたの子孫を通して祝福されるなんていうのは、もう完全に絵に描いた餅なんですよ、この時点では。信仰がなければですよ。で自分がメシアを生み出す家系になるとか、そういうこともこのエサオにとってみれば、そういった一切の神様の約束っていうのはまだそこに見えてないわけだから、それを信じてなかったか、もしくは信じてるけれどもその価値が全く分かってなかったか、まあ、どちらかだったと思います。でヤコブのやり方、弟のやり方もまあなんかちょっとえぐいなっていう感じはするかもしれないんですけど、不正はしてないんですよね。騙してないでしょこれ全然、これ正当な取引ですよ。だってね、どうなの、そのめぐみさんがこの家を1万円で売ってくれる、僕そんなんでいいのって言ったとしても、めぐみさんがあいいよいいよって言えば、お互いがちゃんと納得して合意していれば
それは何の不正もない正当な取引ですからあ、ごめんなさい、あの例えばの話ですよ例えばね、あのですから、あのヤコブは何も悪いことしてないわけです。で、聖書の歴史で言えば、このね、エサウの方が相当問題あるよっていう評価になってるわけですね。新約聖書のヘブル人への手紙では、また不貧困のものや一杯の食事と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがいないようにしなさいっていうふうに、このヘブル人への手紙の著者がクリスチャンたちに書いてるわけです。エサウはもうなんという愚か者か、ね、その一時のその肉の欲求を満たすためにとてつもない神様の祝福を売り渡してしまうなんて愚かすぎるっていうのがこの聖書の評価なんですよ。で、最初私はエレキテルの話をした時に何て言ったか思い出してほしいんですけど、その自分が持っているもの、あるいは自分に与えられようとしているもののその価値を知らないことによって未来が分かれてしまうっていうふうに私言いましたけれども、それがまさにここで起こっていることだと思うんですよね。エサウは自分が与えられているはずのものがどれほどすごいかってことは分からずに、それをポンって捨ててしまった、ガラクタのように。しかしそれによって何を失ったかっていうのは、まあ、彼後で彼は気づいてやべえってなるんですけど、後でだけど、それは本当に彼自身の責任になっちゃうわけです。神様の祝福というものはその価値を知っているもの、そしてそれを求めるものに与えられるっていうふうに言えるんじゃないかなと思うんですよね。イエス様も厳しい言葉で、なんだ、真珠を豚に投げてやるな、聖なるものを犬にやるなっていう厳しい言葉がありますけど、その価値を知らなければ与えてもそれを受け取らない、誰もが神様の祝福に預かることができるし提供されてるんだけど、それを受けてる人だけがそれを自分のものにすることができるということだと思います。あの、私が学生の時にキャンパスクルセードっていう団体に属していたっていう話を時々するんですけど、4つの法則っていうですね、伝道用のトラクトを使うんですよね、キャンパスクルセードは。で、あんまりですねかっこいいデザインじゃなくて、それが不満だったんですけど、私はいつもねいかにも怪しいなこのトラクトってね思ってたんですけど、あの、まあ、これに このトラクトにはものすごくシンプルに聖書のコアの部分のメッセージが書いてあって、神様は愛ですよ、で人は罪を犯しましたよ、だけど神様は救いを提供してますよ、そしてあなたがそれを受け取るならばイエス様入ってこられますよっていう4つのポイントになってるわけです。で、今でも私は、まあ、これそのものじゃないけど、まあ、すごく似たような、冊子を使って、まあ、初めての人とかには聖書の説明をしたりするんですよね。で、この冊子、まあ、ずっとこう読んでいくと最後にキリストを受け入れませんかっていう流れになっていて、でキリストを受け入れたらじゃあその次にどうなるかっていうところまで書いてあるんですよね。で、なんて書いてあるかというと、キリストを受け入れたあなたは今、ね、どうなったか、あなたの中にキリストが入ってくださいました、あなたのすべての罪の償いが終わりました、あなたは神の子供とされました、あなたに永遠の命が与えられました、あなたは全く新しい人生をスタートさせました。で、この後でキリストを受け入れることがどれほど素晴らしいことかお分かりいただけましたかって書いてあるわけ。多分お分かりいただけないと思うんだよね、これ全然ピンとこないと思うよ、あのほとんどの人はね。キリストが入ってくださいました、全く実感ない、ね、罪の償い、そんなに罪深かったかな、神の子供とされました、ね、意味わからない永遠の命、リアリティないよねって、新しい人生をスタートって、どこがどう新しくなったんだろう、全くね、その
その時点ではその価値は多分ほとんどの人は実感がないと思います。で、私が福音を伝えて誰かがまあお祈りをすると、今本当すごいことが起こったんですよっていうことを強調するんですけど、きっと後になればだんだん分かってきますっていうふうに言うんですけど、大体の人ははあっていう感じですよね。うーんっていう感じです。もしこれがね、こうなってたらどうですかね。キリストを受け入れたあなたは今、あなたは必ずお金持ちになれます。あなたは大きな家に住むことができます。あなたはもっと美しくなります。健康で長生きします。ビジネスで成功します。で、この後にキリストを受け入れることがどんなに素晴らしいことかお分かりいただけましたかってなってたら、分かるよねこれは素晴らしいよ、ね、これだったらきっとこの教会の、ね、メンバー多分あっという間に100倍ぐらいになるんじゃない、ね、そう言えたらどんなに伝道は楽かって思いますけどねだけど言えないんだなこれねいやー、こう書いてたらよかったなと思うんだけど、だけどそうじゃない。で、聖書はこれよりもさっきのことの方が比べ物にならないくらいすごいことなんだっていうふうに書いてあるわけですよ。目に見えないものを信じることが生み出すそのとてつもないエネルギー、それが私たちの目に見える世界の毎日の生活に実際的な力を与えるんですよ。だからリアリティがなかったりするかもしれない最初は。だけどその目に見えないものを目に見えるかのようにして歩むときに、それが実際の力を与えていく。それはまさに絶望を希望に変える力だったり、神様の愛を知って、そして人を愛する力が与えられる、そういう力だったり、あるいはいろいろなものに執着しているけれどもそこから自由になれる力だったり、あるいは本当に神様がたくさんの恵みや祝福を与えてくれるということに気づいて感謝にあふれるということだったり、あるいは神様が与えてくれているさまざまな賜物が、自分に与えられている賜物がすごい可能性を含んでるんだっていう、そういう将来へのポテンシャルを見出す力だったり、そういう変化によって実際に人生が変わっていくわけです。で、そのことに気づけばこの神様が与えてくれている霊的祝福の価値に気づいていくのではないかと思います。エペソ人への手紙、パウロがその霊的祝福がすごいんだってことを力説してるんですけどね、一節から、本当は一章最初からずっと読んでいきたいぐらいなんですけど、まあ、ちょっと注略を入れてます。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すべての霊的祝福が私やあなた一人一人に与えられてます。で、もうちょっと先の方、17節から、これはパウロがこのクリスチャンになった人たちに願っているこの祈りですよね。で、これは私も皆さんもお互いに、願い、そして祈り合いたい、そういう願いでありますけれども、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにっていうふうに言ってます。私たちの人生に介入してくださる神様です。それは絵に描いた餅ではなくて、私たちが本当にこの価値に気づいて信じ、そしてこの霊的祝福を感謝し、そこに、私たちの人生を、まあ、先ほどのまた子どもメッセージとかぶってますけれども、どうぞ用いてくださいと言っていくという時に、また祈り求めていく時に、それは私たちの人生に実際的な影響力と力とエネルギーを与えてくれる、そういうものだということをもう一度思い出したいと思います。神様は私たちの人生に介入してくださる神様です。
最後にこれを読みます。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。お祈りします。愛する天のお父様、見えるものだけが全て、あるいはそれが重要とすぐに思ってしまう私たちの性質があると思います。どうしても本当に長期的な視点で見ることができない、あるいは永遠の視点で見ることができない、で、とりあえずこの一時的な満足を得るために、最善でない選択をしてしまう、そういうことが私たちの人生にあると思いますが、どうぞ神様が守ってくださり、私たちが本当に賢い、霊的な意味で賢い選択をいつもすることができますように、何が人生で価値があるのかということを本当に深く知って、それを毎日の生活の中で実践していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。